やはり来た。うわぁ。エロスクリーン。全員集まれ、プロステーションバトル。はい、どうも、ゆうぼうでございます。さあ、この番組はですね、 BM グループのイメージキャラクターをかけまして、男性チーム、女性チームの2組に分かれてバトルを行うということでですね、今回第4回目のバトルとなっております。そして、私ゆうぼうがお邪魔しておりますのは BM コナン店さんでございます。そして気になる対戦相手は B マート TV のあかねさんということで、まあその差現在1万2000ポイントということで、かなり差をつけられておりますので、どうでしょう、今日狙い台。まあやっぱり、作戦としては一撃がある機種がいいなと。もうそれ打たないと多分間に合わないので、朝からジャグラー行きますみたいなね、まあそんな状況ではありませんので、一撃が狙えるバジリスク絆ですとか、あと設定示唆も出やすいので、こう当たりかなというところでございます。まあ差がなくなるように頑張っていきたいなと思っております。おはようございます。Tマート TV の幻美乳のカップ、あかねです。さあ、スロッテーションバトルということでですね、今回で第4戦目になります。で、何打とうかなと思っているんですけども、スロッテーションバトル LINE 連動型ということなので、まだですね、実は情報が入ってないので、その情報を元にしつつ題を決めていきたいなと思っております。ということで、本日も元気いっぱい頑張っていきたいと思います。よろしくお願いいたします。はい、ということで、スローテーションバトル第4回戦目、私が選びましたのはオス番長3ということでですね、楽しめたらいいなと思いつつ、実戦開始していきたいと思います。お願いします。今回 の対戦相手なんですけど、ゆうぼうさんということでですね、私ゆうぼうさんの動画、実はこの業界に入る前からずっと見てて、その時によく見てた時は、転生とか絆とか、やっぱなんかその安定感のあるもの、一撃性のあるものだったりとかをゆうぼうさん打ってらしたので、そういうの狙うんじゃないかなとは思ってたんですけど、いやでも番長3も壊れるときはめちゃくちゃ壊れますからね。打っていきたいなと思います。バジリスク絆で勝負です。1ゲーム目から強めの演出です。1ゲーム目にね、チャンスリプレイを引くってことは、今日は勝てるってことです。最初からラインが多いけど、まあダメか。さあ来たぞ、激アツ。これは当たるはずやけど、もうコインがない、残念、1枚足りない。これ投資2本です。ゲーム数にして何ゲームだ、30ゲームで、はい、赤の移植ですね。まずは景気よく源之助でいこう。ああ弱い、残念。まあ、そもそもですね、なんで今日絆を選んだかっていうところなんですけど、まあ、当然積もった時にでかいっていうのもありますし、順増も早い、まあ、その辺もあるんですけど、お店からのね、ラインアット、事前に僕登録をしてるんですが、当たりましたけど、まだラインアットね、こちら BM コナン店のライン登録してない方は登録した方がいいです。立ち回りの参考になると思いますんでね、ぜひよろしくお願いします。
というわけで、16ゲームで当たりました。早い、今回は一色嬉しき予感がしちゃいますか。さあ来い、チャンス目、赤、はい、やりました。チャンス目を引いたんでそれで当たった可能性もありますけど、でも普通にBC 引いて当たったんじゃないかなと思います。はい、源之助スタートと、いや出足はねいいですよ。チャンス目引いて当たりはない。隣謎同色出ましたよ。いや朝一から共同はいいなと思ってますけどね。はい、合格あり。さあチャンリップを引いちゃうぞと、来た、よいしょ、やりました。いい感じですよ今のところ。ないな。まあでも今日1回は無双一戦入れられるような気がします。よし、まあね、あかねさんが何に座ったかまだ把握はできてませんが、おお、継続確定プラス降格ですね。まあ、ただ当たりは絶対僕の方が早い自信はあるんで、今のところリードしていると言っていいと思います。あー、10人状態、ここは見せ場だ。色は多ければ多い方がいいよ。2色、まあ、さっきの感じでいくとチャンリップが引けるとは思うんですけどね。まあ、ちょっと怪しくなってきたぞ。おー、来た、競りがいい。あー、やばい、ここでチャンス目、これで当たったら怒るよ。怒らんけど、なんで1ゲーム早く引けんかったかな。当たってないかな。ちょっと怪しいぞ、危ないぞこれは。行け行け、カード、あーダメだ。ちょっとレア役がね引けなすぎた気がします。326枚出し量と、残念、チャンスはあったんやけどね。対決、とりあえず順調、前日の引き継いでるかもしれないですね。ですね、頼む、大相撲ですか。大体勝てない、チャンスアップもなし。あー、一応引いたけど、そこだ、とりあえず特訓を
あ、行くね、特訓行きますね。よしよしよし、ここかな。はい、ここか。じゃあ次、次で一応15ゲーム目デフォルトですね。うおお、え、次も続いて、次もノリオだったら、あ、でもあるんじゃないですか。お願いお願い、よかった、チェリーが仕事した。おお、よかった。274ゲームで、あ、私にしてはすっごい早いです。ただこっからなんですよね。いうのも出るかな。弁当、弁当、いいよ。あるんじゃないですかね。これでベルヒテはしないんですね。次は、あ、うまい、これはいってほしい。あ、よーし。そう、これが大事なんですよ。はい、とりあえず黄色3発回。煽りも弱いな。よし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 、お願い。ああ、でもマダラだ。出るか。あ、でもまあまあまあ大相撲なんで、あれ、お願い、よし、赤。まあ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 、まあ、とりあえず、そう、これをどんどん続けて重ねて腕玉増やしていきたい。高いよね。私はミサオ一択なのでミサオにします。青になんないかな。なんないか。はい、419枚。うーん、男気は黄色。うん、おー、熱っ。いや、普通だったら20ゲーム聞いてたら入んないですけど、いや、これはあるかもしれない。天国考えたら勝つ。よし、よし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 、よかった。おお、おお、これ天国の可能性なくもないですよね。次回今普通に赤だと思いました。お、ラッキー。よし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 、よかった、ギリギリ。いや、ここで乗せないとなんか終わる気がする。大丈夫かな。わあ、ダメ。あ、ダメだ。あ、う
と。あれ待って、いやもしかしたら 80% のループストック取ってる、もしくは、まあ、50% うまいこと伸ばしてるとか、多分もうストックないはず、多分複数ストックとかもしてないはずなので、あ、そや、でも裏で隠れてるとかっていうのあんのかな。まあ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 、まあ、何はともあれよかった。とりあえずチェリーで先めいこう。うまい。あーでも弱いな。ああーやった、もうこれはもらいました。はい、よかった。青か。おー、やった、よし。え、あるよ、普通にある。うわー楽しい。これは上乗せ確定なんで。待って、あ、興奮してまた数えてない。うわー、あいや、これが楽しい。あー、すごい、一緒にして喉乾いてしまった。好きなのは本当に好きなんですよ、楽曲とか。なんか多分こんだけ打ってる回数多いんですけど、中押しで狙うようになったの本当は最近で、ちょっとやってみようって思ったら、うわ、こんなに楽しいのになんで今までやってなかったんだろうって、めっちゃ後悔しました。ここぞというところで。でもなんかそれからはもっと番長好きになりましたけどっていうところで、1789枚、これで本当に終わりかな。終わりっぽい。アイ様、チャンス。もうすぐ投資が20本になりますんで、そこで一旦ちょっと頭を冷やそうかな。アイ様、この胸ぶり深くでござる。乗り深くでござる。あ、乗った。あ、同色や。ここで決めろ。この同色をものにしよう。あ、自信ない。ありがとうございます。あ、しかも BC 引いた時点で多分確定してましたね。あー、もうここでレア役が引けないのはもう仕方ない。今日そういう流れです。はい、ゲットスケ。さあ、いかにね BC を絡めて続かせるかどうかだと思いますんで、弱者ですけどね。
約 27%。来ました強制。あ、もう当たってましたね、さっきので。あざます、よかった。よし、現在950枚。まずはね、プラマイゼロのラインまで持っていけたらいいなと思います。一色見どこ、まあ、継続は確定してますからね。あー弱い、やはり弱かった。チャンス目、ああもうやられた。早いよ、でも当たったかもね、これで当たりましたね。ただ完全勝利ではないという。はい、もう来た、やはり来た。ちょっとねおかしいなと思ったんですよ、動きが。やはり来ました。5パー引くだけです、簡単です。いいよ、今んとこいいよ。よいしょ、やりました。よし、やりましたよ。あー、ちょっとドキドキするなこれ。この上乗せ次第ではお昼に行けないですね。もうね、お昼食べ行くモード全開だったんですけど。我が任務を解くとは。ステージを引いちゃダメってイメージをね、つけて。あー、いらないそれ、それいらない、いらない、いらない。はい、来た。まず一つ、いやーちょっとベルきついやろ。はい、うっそやろ。申し訳ない、申し訳ない、これが僕の実力でした。次のツイートはあれにします。しょぼすぎる。お疲れでした。あと100枚ぐらい足りなかったですね。862枚。まあよくやった方だと思います。あー、いった。あれ50ありますよ。はい、50ゲーム。こうか、こうやな。さあどうだ、ある、これは出てくるよ。
まだです。まだです。ないんかい。1342ゲーム。すごい199ベル。うわあ、来たー。行かさなきゃいけないです。オッケー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 。よーし、入れるぞー。頑張るぞー。いや、あれありますよ。チャンスアップ。あれ？これで負けたら完全心折れてました私。終了画面もデフォルト887枚。全部は戻ってきてないですけどね。特に続けたい理由がないので。まあ、時間もあと30分ぐらいで終わりって考えると、まあ、今がやめ時かなって思います、うん、やめてぐるっと回ってなんか A タイプとかいいのあったら打とうかなと思います。やっぱ一番今日稼働があったのは番長3かなと思います。まあ、朝一の立ち上がりとかも悪くなかった。前代とも結構当たりが早かったりとかしてるんで、最後ちょっとね、ワンビッグとかいけたらまあちょっとは変わるじゃないですか。そのワンビッグを求めに行きます。まだなんかプレミアすごい可愛いじゃないですか。帽子とかあったり、あのゴーゴーランプのとこがぐるぐる回ったり、あれ枠レインボーとか見たいんですけど、帽子のやつしか見てないんですよね。これ当たらなかったら絶対使われないやつですよね。だからこの後ジャグラーを打ってみたいな。何枚減らして終了みたいな。当てたいな。当てたいなからのさっきペカ嬉しいやつ。あ、単独か。あ、見て、やったやったやった。嬉しい、言ってたやつ見れた。これです。くるーん、見た、かわいい。そして嬉しい、やったー、わーい。ビッグ、すごい、有言実行初めてできたかもしれないです私。ジャグラー打ちましょうかね。なんかこの台とか今はめっちゃハマってますけど、563ゲームハマってますけど、これ以外はかなり優秀なんですよ。で、一応朝一来たラインの中でもジャグラーを匂わすような感じだったので、ジャグラーありかなと思いまして、これちょっと打ってみます。よいしょ、ありがとうございます。いやー悔しい、あのジャグラーで1回ぐらい当たっときゃプラスでした。906枚、投資が950枚なんすよ。うわー悔しい。実戦終了しました。お疲れ様でした。ということで早速結果発表からしたいと思います。投資が300枚、回収が1232枚、なんとプラスの932枚でした。ただですね、まだあと2店舗ありますので、まあ、トータル勝ったかどうかはまだ分かりません。結果はサイトとかを見ていただければ嬉しいなと思います。まあ、私はできる限りのことをしたと思うので、まあ、勝ってることを願ってまた次回も呼んでもらえるようにちょっとニコニコしながら待ってようかなと思っております。ということで本日は1日ありがとうございました。 TMATTV のあかねでした。実戦終了でございます。はい、スロットステーションバトル、
まあ、ダンディーズ代表私有望の結果はマイナス44枚ということになりましてね、いやー悔しさ残る実戦でしたね。最初ね1万2000枚差をなんとかしてやりますよと言っておりましたけれども、全く届かず負けとなってしまいました。はい、まあちょっとね、後半戦第1回目のバトルで負けてしまいましたが、まあ次回の人はきっとやってくれると思いますんで、ということで次回のお知らせをさせていただきます。次回は9月1日ダンディーズ代表シーサさん、そしてセクシーズ代表がエリアさんということでね、もうシーサさんに全てを託したいと思いますんで、また1万8000枚出してください。よろしくお願いします。はい、ということで、今回の全員集まれスロッテーションバトルはここまででございます。またね、出していただく機会があったらその時はリベンジしたいなと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。それではさよなら。